30センチのタイトスカートの女性、こういう、まあ、女性芸能人が来たらもうまず危ない、いけそうな女ほど危ないっていうところありますので、短いスカートしかも履いてるくせにカバンからおもむろにハンカチを取り出してここに引くんですよ、はいはいはい、それ意味が分かんないじゃないですか、なんでじゃあその格好で来たの、今日立食パーティーではありませんよっていう、座るの分かっててそれで来てるっていうのは、そうか、はい、もう計算高いです、ちょっと誘惑しようと、そうなんです、でギリギリのラインでエロい格好して男性の目を奪っといて、飲み会後に私誘って大丈夫ですよ感を出してる、うん、はい、これで一発チョメできます、はい、できるもののニャンニャン写真を撮られて週刊誌に売られるのが非常に高い、その可能性が非常に高い、一発あるんだ、一発はできます、はあ、その後だ、怖いね、はい、そうなんです、これがまあ我々の業界でいうところの一チョメニャン写法則